ネフライト、新潟県糸井川市で採取された南極。ネフライトは、東線、石から緑線、石系核線石の緻密な集合。南極とも言う。南極とは高玉に対する言葉で、高度が石英に並ぶ高玉より、わずかに低い6.5程度であることからこう呼ばれる。中国では南極しか取れず、古くは玉と呼ばれ、古代より、 中国で価値ある宝石として多く使われていたが、18世紀に入り、ミャンマーの原価賃集でジェダイトが発見されたため、ネフライトは南極と呼ばれ区別されるようになった。ネフライトとジェダイトは日本では翡翠と総称され、古来は似た鉱物と考えられたが、実際は科学的に共通点はない。ネフライトの高級品は中国ではわだたまとされ、 その中でも養子玉は最高級品である。翡翠は本来はカワセミの意味で最高級品とされた白と緑の混じった南極の色合いがカワセミの羽に似ていることから名付けられた。ネフライトは古代ギリシア語で腎臓を意味する。ネフレスと英語で鉱物を意味する意図から来ており、腎臓の石を意味する。中南米で腎臓の治療に使われていたことからスペイン人が名付けたのが、 元と言われる。c a 2 m g 5 s i 8百2 2 2と c a 2 f e 5 s i 8百2 2 2を両端とする雇用体で蘇生により以下のように呼び分けられる。ありがとうございます。